和芝山古墳群第一古墳和芝山遺跡1。和芝山遺跡は、岡山県倉敷市小畑の和芝山にある旧石器時代の遺跡。和芝山のくすみ花と呼ばれる場所にある。西日本で最初に発見された旧石器時代の遺跡で、旧石器時代研究の基準的な遺跡の役目を果たしている。和芝山は、四国側へ海に長く突き出しているため、侵食が激しく、 花崗岩が露出しており、石器はこれらの花崗岩が風化した土層の中から発見された。1949年の岩塾遺跡発見を契機として全国で資料の検討が行われる中、和芝山では倉敷高古館を中心として、1951年頃から資料の検討が行われた。その後、1954年から本格的な発掘が開始された。 第一層は二次的に堆積した約30センチメートルの表土層であった。出土した石器には、香川県のサヌカイトという石が使われていた。サヌカイトは硬く、鋭く割れるため石器の材料に適していた。当時の瀬戸内海は、現在より海水面が100メートル以上も低い上、大きさも湖程度であったと考えられており、香川県とは陸続きで、歩いて行き来して、 サヌカイトを手に入れたと考えられている。くすみ花との表記もある。ABC 和柴山遺跡とは引くことバンク。ことバンク、2019年12月31日閲覧。主な調査と展示品。倉敷考古館。2019年12月31日閲覧。AB 村岡山県ホームページ。岡山県。2019年12月31日閲覧。 ありがとうございます。